今回は、大腿四頭筋のケアということで動画を撮ってきます。大腿四頭筋、前もものところ4つの大きな筋肉があって、まあ、足の中では一番筋肉が強いっていうふうに言われてます。膝を守る筋肉でもあるし、ここをしっかりケアするといろんな怪我の予防にもなるので、ここをしっかりケアしていきます。まずはマッサージ。マッサージするときはなるべく面で押す。点で押すと結構痛いところなので、なるべく面を使って全体で押すイメージ。で、腰骨のところ、この辺り、この下のところから前ももの筋肉が始まっているので、この辺りから順番に体重かけて押していきます。ちょっと張ってる感じがある。張ってますね。どんな働きがあるのか、特徴、大腿四頭筋、簡単に言うと、簡単すぎに、普通の何も知らない人に、ここの 前ももの筋肉ってどんな筋肉なんですかって聞かれた時に、どうやって答えるかっていう。膝を伸ばす筋肉だから、歩く時の階段登るより座るってから立ち上がる時とか、あらゆる時に使うじゃん。だけどもう一つの特徴は、立ち上がる時っていうよりも階段の下りとか下り坂とか、膝が崩れないようにキープする筋肉、そういう時に一番負担かかるんだけど、ジャンプの着地とかさ、踏み込んでターンしたり、スポーツで言うと踏み込み動作って、踏み込み動作って別に膝を伸ばしてるわけじゃないじゃん、だけどここの筋肉が働かないとガクンって崩れちゃうから、ガクンってなんないように足を踏み込んだ時に関節を固定させる筋肉、働き、遠心性収縮って言って、そういう時に負担かかる。膝を痛めてる人は、膝のお皿かの周りを痛めてる人は、階段の下りとか下り坂って負担がかかるから、そういう動きをしない方がいいっていう感じ、っていうふうに説明する、簡単に言うと、ストレッチはうつ伏せになってやっていきます。かかとをお尻にくっつける。で、かかとがお尻につくのが理想、標準。ここはつかないとちょっと硬いっていう感じ。もしくは膝を痛めてると、曲げてる途中で膝に痛みが来る、痛めてない人は前ももは張るけど、膝に痛みが来ないから、そうです、大丈夫、膝に痛みが来ない。で、これが大腿四頭筋のストレッチなんだけど、大腿四頭筋の中で1個だけ長い筋肉があって、股関節の方が伸びてる筋肉で、そこをストレッチするときは股関節自体もちょっと伸ばさないといけないから、こんな感じで、おお、だいぶ入れる。これだとここが伸びる、はい、大腿四頭筋の中の大腿直筋って筋肉、こうするとそうです、ね、より伸びるという、より負荷がかかって、柔らかい、さっきの普通に膝曲げた のストレッチだと柔らかくて伸びてないっていう人は、こうやって股関節自体を少し反らせるというか、足を持ち上げて、大丈夫、大丈夫です。硬いで、相当硬いですね、もうだってハリハリしすぎです。あとね、もう一個仰向けでやるやり方があって、ちょっとだけね、こっちにやって、そうそう、で、こっちを落とす、で、足を引っ掛けて、あ、こっちは伸ばして、あ、こっちね、あ、膝を、そうそう、並べて、こうか、おお、なんだこれ、こういう、あ、来る、今まで体験したことのないような、これもね、よくそういうトレーナーの人とかが使う技、こっちでさ、足をさ、引っ掛けて、はい、股関節の伸展をちょっと強く入るか、はい、膝も曲がってて、はい、股関節が伸展伸ばされると大体ちょっと一気でより伸びるからさ、はい、こういうやり方、パンパンですもあります。パンパンでしょ。まあこういう あのベッドじゃないとちょっとできないっていうのがあるけど、これは。じゃあとね、セルフでやるストレッチ、はい、自分で右手で右足首持って、右手で、ね、こう、あ、そう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 、で引き上げる、そうそう、伸びるでしょ、めちゃめちゃ伸びます。それもちょっと少し戻しては
伸ばす、戻しては伸ばす、動的ストレッチ、できるだけ脱力してっていうのが一つと、正座してそうそう後ろに倒れる。でまあ最終的に完全に背中つけられればベスト。膝が上がっちゃう、上がっちゃダメですか、ね、あ、そうそう、まあ上がらないようなこれ限界限界、それもやってればね、多分膝が上がっちゃう、だんだん背中がつくよまでにいけるようになる続ければはい、あー痛ー、まあそれが一番効くやつかな。はい、あとなんかあったかな。そんなもんか。大腿四頭筋ということで、大腿四頭筋のケアの方法をご紹介しました。